はいはい、どうも皆さんこんにちは、キャベツです。今回はですね、9月19日にリリース新作キャットファンタジーの紹介になります。あー、また来たのかよ、新種ゲームがよ。最近マジこういう案件多くなってきて楽しくて草。まあよくわかってるよね、私キャベツのチャンネルと新種ゲームの相性がベストマッチするってこと。そう、今作パッと見よくあるアニメ調のグラフィックゲームかと思いきや、おさわりイベントなる新種大歓迎のフェティシズムっちいコンテンツが用意されているというですね、とんでもエッチー作品なのである。これな、よう審査に通ったなと。後で初見リアクションとかもね、それやっていくんだけどもギリギリラインめっちゃ攻めてますね。H でしかなかった。よくスマホでリリースできましたね。キャラのグラフィックね、これ見た感じで癖あるんですけど、おさわりモードではこれは逆に無問題というか、むしろこの癖が H さを増してるんすよね。久しぶりにキッショイリアクションになってますんで、女性視聴者とかね、キャベツのキッショイやつ見たくないっていう方はブラウザバック推奨でございます。そしてこのゲーム、そのおさわりイベントのみならず、作品全体を通してフェティシズムの極みです。もはやこれは女性プレイヤーを呼び込むつもりはないと。我々は紳士プレイヤーのみをターゲッティングしました、どうぞお楽しみくださいと言わんばかりのフェティシズムに溢れている。その代表的な特徴としてですね、本作キャットファンタジータイトルにもあるように猫が題材となっております。そう、今作のキャラクターすべてがね、猫を擬人化したキャラクターになってんすよね。三毛猫やアメリカンショートヘア、アビシニアンなど色々な品種の猫が美少女になって登場し、プレイヤーは彼女たちと共に怪と呼ばれる化け物から世界を守るために戦うっていうですね、一見男性プレイヤーのみをターゲッティングしてるやんって思うんやけど、ここでまあ猫要素でね、女性プレイヤーも呼び込むという欲張り極まりない作品になっていると。いや、なかなか突き抜けてますねこの作品。もう最近はね、なんか途中から H イベントとかそういうコンテンツを増やすゲームっていうのはありますけれども、本作についてもしょっぱなからもそういうのでもう訴求してくるので、もうこんだけねしょっぱなから振り切ってるのはこれはこれでいいんだなって思わされました。今作いろんなコンテンツも用意されておりまして、コンテンツの一つであるレストラン経営では猫をめでることも可能です。はい、ここについてはね、私コアな目線でレビューしていきたい。なんて言ったって私2匹の猫に下僕として従事させていただいている身ですから、本作の猫要素についてはかなりコアな目線で辛辣にレビューしていきたい。他のメインのコンテンツとしてはですね、まあゲームとしては面白くできていて、単性のバトルだったり他コンテンツも豊富に用意されております。しかし一方で気になる点もあるので、今回は本作のレビュー、そして新種モードの初見プレイ、気になるところとかもいろいろ紹介していこうと思います。では新種ゲームある諸君いきましょう。リリース日9月19日対応機種 PC、iOS、Android、 販売元はファンドールグローバルリミテッドというところでございまして、はい、そして今作どういうゲームかというと、特徴的なのは猫要素。本作に登場するキャラはそれぞれ猫をモチーフにデザインされています。例えばアビシニアンであれば褐色のキャラ、マヌル猫であればメスガキとねマヌル猫メスガキはおもろい、まあ、なんかわからんでもないけどね。でノルウェージャンなら白髪の美人お姉さん、アメショは活発なキャラと、うん、まあ猫のイメージに近いねキャラクターを用意されていると。お家の猫ちゃんの品種を押すことになるんだろうなと。まあこれは擬人化芸の醍醐味やね。でしっかり元となった猫の説明とかも用意されてるので普通に勉強になります。そして声優も結構豪華です。ただもう初期の時点でですね、元のモチーフとなってる猫が被ってるやつもいてるんで、猫の品種って多いとはいえど擬人化特有の悩みは出てくるのかなという感じです。またちょっといやらしいこと言わせてもらうと、このゲームですね、メインの美少女キャラもそうなんですが、猫ちゃんのビジュアルも結構まあデフォルメが強く反映されててかなり癖あります。この癖の強さがですね、おさわりモードとかでは逆にエチエチに拍車をかけてるっていうのはありました。まあこの辺は後でじっくり説明していきます。で猫の動きとかもモーションはちょっと硬いかな。日々猫に囲まれている生活を送ってる私からするとですね、もっと柔らかく動いてほしいなとか、高低差のあるところの動きがちょっと簡易表現すぎるかなとかは思っちゃいました。はい、そしてメインコンテンツはストーリーとバトルなんですけれども、ストーリーの設定はですね、舞台はエモーション粒子という特殊な粒子が存在する世界。この粒子から発生するエモーションエネルギーを技術を持って新エネルギーとして利用することに成功した新開始、まあここが舞台になっております。このエモーション粒子はですね、人や動物の強い感情によって生成変化します。そして人々の感情はエモーション粒子に強い影響を受け、情緒病という症状に陥ることがあると。そしてこの舞台である新開始にはフェリニアンスという猫型人型の2つの形態を持つ特殊な種族がおり、人間より強い体と長い寿命を持っております。これがですね、美少女キャラクターたちっていう感じ
じやね。で、彼女たちはエモーション粒子に耐性があり、エモーションエネルギーを武装という形で利用することができると。まあ一通りストーリーもプレイしましたが、結構わかりやすいストーリーで、最近のソシャゲって専門用語バチャボコに増やして初っ端無料空所になることあるんやけども、本作は専門用語は少なめでキャラ同士の会話劇で世界観を説明していくのでかなりわかりやすいです。で、シリアスな展開にはなるんだけども、そんなにね伏線回収とか怒涛の展開みたいなのはあまりないかな。だいぶライトなストーリーです。ストーリーはフルボイス対応で、基本は立ち絵で会話、時たまエチエチ極まりないカットも挟まります。バトルは単性のバトルになってて、4人編成のパーティーを組んだ状態で開始。オート倍速3倍まで対応です。オートはね正直あんま使えないね。で、バトルの先行後攻はチームの総合戦力が高い方に先行が譲られます。システム説明すると、画面右側2列に並んだカードスロットの中からパーティー人数分のカードを選択いたします。で、特徴的なのは同じカードが隣り合うと合体して強化されます。属性相性要素もありです。カード5枚消費すると必殺技カードも落ちてきて使用可能と。これはとあるゲームによく似てるね。必殺技発動すればカットインも出てきます。このバトルについては気になるところっていうか、ちょっと残念やなって思うところが1点あって、まあそれがですね、基本キャラの背面しか映らないってことやね。必殺技のカットイン以外は後ろからのアングルなので、せっかく可愛いキャラ入手して編成したとしてもですね、背面しか映んねえのよ。だから背面だけ映るならば、背面だけでしか垣間見えないこだわりが欲しいところやね。例えばですけど、ケツが揺れたり攻撃を受けたら衣装破壊されると。ゲーム全体がですね、かなり紳士向けになってるんで、そういうところも出して欲しかったなと思いますね。あとは細かいところですけど、パッと見カードの効果内容がわからないというところです。まあここはね、長押しとかすれば見れるんだけども、ちょっとまあテンポは悪くはなるよね。覚えるまで時間はかかります。そして育成関係はかなり楽にできて、一度クリアしたものはですね、以降相当アイテムとスタミナを消費することで一気に複数回分の報酬が入手できます。これは非常にいいです。で、レベルアップ上限までくれば突破してレベル上限解放と。昇格は凸要素になっていて、1凸するだけでもかなり強化されるね。凸の恩恵めちゃくちゃ強い設定になってます。その分ガチャの排出確率は高めに設定されているっていうのと、ピックアップもできます。装備はキャラのモチーフである猫に6つアイテム装備とかもできるんですが、まあこれは厳選するやつだよね。まあ沼要素。そして外観、これがですね、まあ今作の紳士ポイントですね。こちらはストーリー進行、キャラレベルアップに伴い色違い入手できるんですけれども、おさわりモードとかある外観はですね、課金購入することが必要になります。キャラによって金額変わってくると思う。これ全部私見れてないです。だいたいまあ1000円くらいや。ただいいところとしては、これ外観を購入しなくても交流モードと言いまして、おさわりモードの1個下のレベルの紳士モードが用意されているキャラは複数体用意されております。これはこれで普通に良かった。そして肝心のガチャなんですが、種類はいろいろあって、新規限定、イベント、通常、ピックアップ、友情という感じ。それぞれレアリティはレア 74.8%、 SR23%、 SSR2.2 になっています。天井80回です。イベントガチャ200回400回に応じてイベント限定キャラが入手できるようになってるんで、凸はしやすくなってると。他コンテンツめちゃくちゃ用意されてますね。マジで多いです。何があるかというと、まずレストラン系、ここではストーリー進行や他コンテンツの進行度に比例して店員を配置、時間経過でゲーム内通貨が入手可能です。人員管理がかなり重要で、キャラ配置することでいろいろ変わったりします。他料理制作もできたり、フードデリバリー、そして経営に伴いインテリアも調節したり、休憩室で猫をもふることもできると。モードも切り替えられて店内散策もできます。これ単体でミニゲーム一本作ってもいいくらい、まあ内容は濃いですね。かなり猫要素を押し出されてるコンテンツになってるので、猫好きなら必見でしょうか。で、他コンテンツは例えば釣りで、キャラ引き連れて一緒に釣りもできたりします。これはまあかなりミニゲームチックなんですけれども、素材とかがねいろいろ手に入ると。で、このコンテンツではこんな感じで猫に変身して夢の中を探索できると。これも猫要素ですね。ミニゲームとして機能してます。また共同作戦というマルチモードもあったり、他もろもろかなり豊富です。ソシャゲ特有のリリースがある程度プレイすれば虚無期間が訪れるというのは、よっぽどやり込まない限りないかなと思います。ここはいい。またコンテンツが多いだけにアイテムもめちゃくちゃ多くて、どれがどこで入手できるのかっていうのを把握するのは慣れが必要です。その分意思の入手法は多くて、日常イベントやら結晶交換できるとかですね、いろいろあります。あと今リリース直後ということもあって、入手経路は多いですね。まあリソースは分散されてるという感じ。紳士モードの初見プレイの前にですね、このコンテンツの説明になります。ある意味メインコンテンツであるおさわりモードですが、これはまあHH とかじゃなくてエロやね。なぜこれがスマホでプレイできるようになったのかわかりません。いろいろ説明するとですね、このおさわりモードは特定のキャラでしか実装されていません。そして特定のキャラでさらに外観を購入すると、よりおさわりモードができるというような感じでございます。特定のキャラって言っても、まだこれいろいろ種類があって、交流モードとおさわりモードっていうのがあるんですけれども、交流モードはおさわりモードの年齢対象低めバージョンでございまして、こっちはキャラが立ってるところ、まあポン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 って押したらなんかいろいろ反応してくれる。逆におさわりモードは専用のエリアでいろいろできると。ここは後で見させていただき、まあこれはね
アングルかなり際どい感じになってまして、これはだいぶ、突き抜けてるね。ただおさわりモードと言ってもですね、なんかギャルゲーっぽい感じで選択肢選んでなんかそのストーリー始まるとかそういうわけじゃないの。ただディティールがすごいと。ちょっとこれ時間経ったら規制されちゃうんじゃないのっていうくらいのやつだよね。はい、じゃあね、いろいろおさわりタイム行こうと思うんですけれども、トリスさんですね。トリスさんは、まあ、一応こうやって交流もできます。こういうやつも見れると。ただ、このモードっていうのは、まあ、ね、何人かのキャラクター普通にガチャで出てくるんですけど、交流できるやつね。まあ、これはこれでいいんすよね。これすごくねえか。なんかもうちょっとこの影の感じね。影の感じもうちょっとクオリティ上げてほしかったなっていうところは、なんか、こだわりポイントやっぱこのね、タイツっていうか俺、タイツでいいの？白タイツのこの食い気味な感じね。あの、ちゃんと肉の表現されてるんですよ。まあ、このポリゴンの角部ついたところ気になるんやけども、まあ、これ、ソシャゲやからね。まあ、そこはしゃあないっていうところでございますよ。で、まあ、一応タッチはできて、それによしね、反応してくれるんやけど、うん、まあまあ、普通やね、ここは。いや、でもこのね、このキャラクターの衣装はなかなか、ぶっ飛んでますね。ここのハート。これがすごいね。あの、1がさ、本当にもう、うん、紐パンのこの紐が腰にかけて回ってるっていうのはこれ大ポイント高いですね。私もね、この紐パン大好きですね。んで、まあ何よりこの獣ね、やっぱり猫ですから、今作のあの、キャラクターたちは。まあどこから生えてるのかって言われると、まあちゃんとね、尾低骨あたりっていうのがなんか、まあある意味ポイントは高いよね。しっかりなんか、毛から生えてるわけじゃなくて、尾低骨からっていうのは猫をしっかり擬人化してるというところでポイントは高いんじゃないでしょうか。乳袋の感じとか、この、案件で乳袋って言わせてもらえるのマジでいいよな。いや、もう最近こういうゲームの案件増えて楽しいっすね。いや、まあこんな感じでございました、トリスさん。まあもっとやばいやついるんだけども、先にこっちやりましょうか。魅惑のひととき着用しまして、交流。これマジ初見です。いや、もうこの、いや、アングルがね、あ、この、あ、いいですね、このカメラアングル。しっかりこの、わかる？これ足と足の間から見させてって思うんやけど、隠すのよ。うん。じらすね。でね、これ衣装がいいですね。いや、もうこれ多分冒頭で説明してると思うんやけど、キャラのグラフィックというか、まあ、デザインに関してはちょっと一昔というか、癖がありますよね。なんか平成感と言いますか、お目目がでかいんでね。だから、なんか癖あるからどうなんかな思ってたら逆にいいよね。なんか昔のちょっとしたエロゲーやってる感じというか、こんなこと言っていいんかわからんけど。で、この衣装ね、何がいいかというと、ただエチを訴求するために、パンティと、あのね、このビキニっていうか、このブラジャーの、で、肌色を出すっていうジャケじゃなくて、その上からね、この、ちょっと透け感のある衣装をまとわせることによって、この先何があるんだろうと。プレイヤーに、この先もっと見たいな。ちょっと見せてくんないかいっていうね。その探求心をくすぐるようなこの衣装デザイン、これ素晴らしいです。はい。やっぱりね、衣装デザインっていうのは大事だからね。で、これ何できんの？ポーズ変更。あ、ときめきメモリー。アングルを変えてときめきメモリーを見つけよう。なるほどね。これ猫だからこそのなんかあれやな。ケツは？おー、これで三つ目。ちょっとしょぼいかな。ごめん。ときめきメモリーの数はちょっと少なめやね。うんオフオフ、あ、どうした？まだ力が入りませんわ。まあさっき激しかったもんな。うん、え、何これ、いや、え、すごい。はい、あとはですね、この子も交流が一応あって、これもときめきメモリーが8つありますね。あとはね、あの、シロちゃん、このシロちゃんも、ときめきメモリーはないんだけども、ときめきメモリーってなんやねんって感じやな。まあ、このキャラはね、結構スパッツとか履いてて、そんなにエッチじゃない。まあ、なぜかというと、このキャラは、ま、ほぼ主人公キャラっつうか、まあ、メインのキャラクターなんでね、まあ、そういうところあんまないんだけども、このね、あ、これよ。これがやべえのよ。これがやばくて、ちょっと交流やりますか。いや、こっちがすごい。店長は私のために来てくれたの？来ちゃった。いや、これダメでしょ。なんでいけたんこれ。え、すごくない？いや、もうちゃんとね、
いやもうこれはただのエロじゃないか。味見させてくれよ。おほほ。ほら。いやもうこんなんさ、もう我慢できねえ。これ俺 YouTube に消されるかもしれん。え、マジバンされたらごめんやけど。これは何かしら。おです。私酔ったのかしら。酔っちゃったの。どうしたん、話聞くか。大丈夫。だってあなたがずっとそばにいてくれるでしょう。これどういう関係。これさ、ゲームこれ作ってる時めっちゃ楽しそうやな。ちょっとその制作する時俺も呼んでほしいわ、こういうの。いやこれな、うまいこと見えないのよな。あっ、ちょっとダメ。いや、入りたいです。まあこんな感じでですね、いろいろ見てきたんやけど、ちょっとなんかマジできしょいなって俺は自分自身思いましたよ。まあたびたびねこういう案件が来るんでめちゃくちゃ楽しませてもらってるんですけど、いやまあ俺キモいなって思いながらやってますよ。ちょっとね、注意点なのがこれね、誰でも交流できるとかそういうわけでもなくて、どういうやつがお触りできるのかというとね、まあこういうところにこの猫の手マーク、これであればこの子もそうやし、あとねもうこの子もそうですとっていう感じでついてるんで、まあこれをねやりたければそれを狙ってやる、まあガチャ回すって感じになるんだけども、まあどうやろね、なかなか一つに絞ってっていうのができやんよね。だからここの祈願っていうやつで狙っていくのもありなんですよ。このキャラ、さっきの子とかね、でこの子もアンヤちゃんもそうですよ、とかでやっていくのがいっちゃんええのかなと私的には思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。ほんとね、思ってたよりエチエチが過ぎる作品でございまして、久しぶりに真摯になりました。感謝でございます。まあ、ゲームとしてもですね、コンテンツがほんとに多くて目立った悪い点はないかなっていう、猫要素もほどほどにいろいろ用意されているので猫好きなら満足できると思います。肝心のおさわり衣装関係が課金しないと入手できないっていうのが悲しい部分ではあるんですけれども、そもそもで無料ゲーなんでね、それは当然だろと言われたらグーの根も出ねえ。対価をしっかり払う必要があるわけやな。まあ、紳士ゲーマーならですね、結構必見のゲームになっているのでチェックしてみてください。またリリース特典もいろいろとありますので、始めるなら今がベスト。気になった方はですね、概要欄にダウンロードリンクなども貼り付けておりますので、ぜひご活用ください。じゃあこの動画が良かったらチャンネル登録やグッドボタン、ツイッターなんかもやってるので登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。キャベツでした。ほなまた。